皆さんこんにちは。パトリオット TV の時間です。えー、衆議院選挙が行われ、自民党が勝利しました。今日は田村茂信さんにお越しいただきまして、えー、その解説をしていただきたいと思います。まずマスコミの予報に反して自民党がこれだけ二百六十一議席と勝ちましたけれども、まあ予想が外れたというか、これがどういうところから、あのー。 NHK とか各社ですね大体あの選挙開票が終わった8時過ぎるとですねドンと今回あの議席はどうなるというのを大体出しますけど大体それでほとんど当たっていたんですが今回はやや外れたとなぜ外れたかというとですねやっぱり NHK なんかはあの期日前投票ですねあのその当日の,あの出口調査ね その日の出口調査のデータをもとに当、まあ、落を決めるということなんですが、うん、ここ最近はですねあの期日前投票、はい、その数がうんと多いものですから、ね、そこの,あの動向をです、ね、当然やっているわけですけど、うん、どうしても当日の,あの出口調査にあの引っ張られてそれで予測を立てたと、うん、その結果あの間違いが出たということだと思いますね。 今回の,その総選挙、まあ、解散を打つタイミングなんですけれども、高官、はい、まあ言われていた日程よりも1週間早まったわけですね、はい、これは岸田総理としてどういう狙いがあったんでしょうかこれはね、とても大事なんですよ、はい、あのそれはなぜかといったら、ですね今回の選挙で一番大躍進したのはあの維新ですよね、はい、4倍ほど伸びたわけですよ。はい、それでですね結局一番減ったのは なんと立憲民主党それと共産党なんですねそれでまあ自民党はやや減ったということなんですけどそれで結局何がこの選挙で明らかになったかというとまあ自民党にですね批判があるよとあるいはあの立憲民主党に批判があるよというところがですね普通だと,だと政権党が例えば経済なんかあまりうまくいってないと。 あの政権党に批判があってその受け皿になる政党っていうのがですね安心してそちらに投票するわけですが今回はやっぱり立憲民主党とかですね共産党に行かなくてそれがまああの維新に行ったとついでにあの立憲民主党の票もですね維新に行ったということなんですね。だからそういううい意味ででとまあ維新の場合はですね大阪中心に関西で ものすすごい勢力があるわけですよね、はい、大阪の自民党の小選挙区の国会議員は全員落選と、まあ、いうことですから、うん、それでですねあの今回あのトミーファーストの荒木さんがあの国政進出をするということを記者会見した時がありましたけど、うん、その次の日に岸田総理がですねあの今回の衆議院選挙をですね1週間前倒しすると。うん いうことをまあ発表したわけですね,ねこれは実は大きな意味があるわけです、はい、それはですねそうすることによってトトミーーファーストがですね、あの準備が整わなくななるわわけですよ、うん、整わないから結局その国政進出を断念したと、うん、これ実はとても大きな話で、うん、もしこれがですねあのトミーファーストが候補者を立てていたら、ね、これはやっぱり大阪の維新と同じような現象が東京で起こると、ねはい これは、ね、自民党大惨敗しますね、うん、だからそういうことになったと思うんですよ。うん、それでで週間前倒ししするでしょ、うん、そうするとですねなんとまあそれでもね、うん、あのやっぱり前倒しして、うん、やっぱり都民ファーストが出てくるのを阻止すると、うん、それがやっぱり大事なことだというのを、ね、僕は岸田さんが決断してそれを実行したというねこれはね僕は今回自民党がね勝った一番大きな意義っていうのはね実はそこにあるんだと思いますよ。うん 民主、はい、ファーストに時間を与えなかったそういうことですね、えー、はい<ー>はい、はい、でもう一方立憲民主党と共産党ほか野党の、はいまあ、いわゆる野党統一候補、はいこれの協力体制があったんですけれども、はい、結局これは不発に終わった、まあ、部分的には勝ってますけれども、はいえー、これはですね、うん、まああのー、確かにです小選挙区制ではですね立憲が57七 でですねまあプラス9になったんですけどまあそういうところはまああるんですがそもそものやっぱり立憲とですね共産党に対する支持まあ比例で見れば分かるんですがその支持がですね意外とやっぱり少なかったですよね。例えば比例代表の数字を見ますとね例えば立憲が39なんですよ。減ってんですよねそれと共産党がですね9で2つ減ってるんですね。 びっくりですよねそれに比べて自民党は72で6つ増えてるんですよ。で公明党は23で2つ増えてるでしょ。で維新が25でなんと17増えてるというところなんですよ。いうところなんですよ。だからそれだけですねやっぱりその立憲民主党と共産党に対するその批判がやっぱり強かったと、まあ、いうことなんです。それはなぜかと言ったらですね やっぱりそれはあの立憲民主党そのものがですねなんか古臭いなと、うんうん、まあ,あの委員長は枝野さんで、ね、幹事長はまた福山さんでと、はい、なんとか変わらないなと、ね、いうところがあるわけですよ。ね、それで共産党の新委員長に至ってはね,ね20年もね,ねっやってるわけでしょ。はい、それびっっくりですよね,ね、うん、中学共産党だって あのロシアだってびっくりみたいな。<laughs> そんな感じでいるわけでしょ、ね、そうするとね。やっぱりね、世代交代新陳代謝しなければ。うん、組織っていうのはですね、硬直化しますよ。うん、まあ本人はね。ね、頑張ってるかもしれないけど、はい、やっぱりそれはむず、無理ですよ。<ー>そこらがね、やっぱりね、うん、一番やっぱり。大きいですよ。だから、うん、そう、そうすると政党イメージ。として党首。うんはい、あの、そあの、それから、あの。 それぞれれのの党の組織のありよう、ねはい、それと共闘するといった場合、ですね、うん、それはやっぱりその共産党は渋滞認めませんよと、うん、日米安保はい、ね、りませんよと言ってんだど、うん、どうなんだよというのがまあ一つありますよね。うん、それともう一つはですね連合で新しい女性の,あの,会あの会長になったでしょ、うん、その会長がです、ね、記者会見であの立憲民主党と共産党が組むのはね反対だと。 いかがなもんかと、まあいうわけですから、ね、これやっぱり影響を受けますよね。うん、まあその分だから、国民民主党がやや伸びたと。まあそういうところだと思いますからね。うん、なるほど。ね、はい。え、まあ、あの自民党は総裁選をやって、党人事を刷新して。はい。それで臨んだ。はい。それに対して、立憲や共産党は、もう ああ執行部がずっと緊急対応。ああのはい、この差が明確に出たいで、ね。で、それは大きいと思います。やっぱり日本人っていうのはね。はい、新しいもの好きなんですよ。はい、例えば、日本新党が出た、わっと,かとかね。はい、なんかこう、新しいのがこう、好きなわけでしょう。はい、そ自民党の場合は、まあ、菅、あの、総理の時にね、はい、まあ、ワクチあの。コロナとか、いろんな問題で、あの、総裁、あの、衆議院選挙ね、戦わないと。 まあいうような話になって、それでその前のあの総裁選挙にね。あの菅さんは実はやや出ることをやめて。それでまあ自民党総裁選挙っていうのはね、大々的に行われたわけです。それで、かなりやっぱり自民党のあの。改革というか、あの支持拡大にね、まあ大きくつながったんですよ。まあ、あの総務会長に若い当選三回、うんうんうん。はい。あの。 あの福田達氏が就任しましまたよね、うん、それで彼はその前に東風維新の会とかを立ち上げて90人も集めてまあそういう党,、うん、党内議論やっておこうと、うん、こういうことももう立ち上がっ、ね、それはまあ,あのプラスになったんですけど、はい、僕はあの外国のメディアからも取材を受けるんですけど、はい、なんで日本あのなんで自民党はね世論で人気がない人を選んだんだと <laughs> まあいう批判も実はあるわけですよ。 やっぱりそのの党員投票で一番の河野さんね、うん、それで党員投票イコール世論調査ですから、はい、まあそれが筋なんだけども国会議員の論理あるいは派閥の論理、えーまあ、河野さん自身の,、ね、あの問題もあったのかもしれませんけどそうでなかったわけですから、うん、それがやっぱり一つあったっていうのと、うん、それってやっぱりあ,のあれですよね岸田さんはやっぱり。 選挙でだいぶ苦労されて総裁選で,それで一番あの功労者である甘利さんを幹事長にしたというのがやっぱりねあまりにもそ,のそれが露骨に移ったとまあいうことだったんじゃないでしょうかね。それで甘利ああさんの,そのターゲットにされたりして最終的には現職の幹事長でね落選すると総選挙区でねまあいうことになるわけですよね。そこらやっぱりよく あの党員の意識、あるいは国民世論の動向というのを謙虚、ね、に受け止めて、まあ、これからまりさんやめるわけですから、でその次の幹事長というのはです、ね、えー、そこらをよく考えてやらないと、えー、特にやっぱり次、参議院選挙がありますから、えーえー、そこをよく考えてやらないといけないという感じですね。お話をちょっと戻しますが、はいはい、維新の大勝利といいますか、これは。はい どういういがあこれはですね、はい、やっぱりその自民党に対する不満があると。じゃあその不満が普通ならばあの野党第一党に行くわけなんですが、うん、ちょっとそ,それはまあよくないねっていうか、うん、それには行けないねとい,、うん、というところはやっぱり維新に行ったと、はい、いうのともう一つはですね立憲民主党に対するあるいは共産党もあるんでしょう。 批判もあってですねそれが全部そっくりそのまま維新に来たとということですねだからもうあ,のあれですよねあの比例の表を見るとですね驚きですよ近畿の場合はね近畿地方の場合はあのなんとね自民党の場合が25.7%ですよ得票率がねところは維新が33.9%ですから。 すごいですよね。議席にして十対八ですねいや。だから自民党が八で、それ、はい、で維新が十でしょ、はい、それで驚くべきはですね。あの、その三番目が公明党なんですよ。十二点三パーセントで三議席ね。はい、で、立憲が十一点六パーセントで三議席ということでですね。あの。 ものすごく変なわけですよ。ね、あと、他の地域はですね。ね全てだから自民党が1番で 2>,、ね、1> 2番が立憲と、ね、まあいうところなんですね。うん、だからそういう意味で。まあこれは近畿ですから。大阪はもっと厳しいですし、ね、それから東京もですね。厳しいわけですよ。ね、自民党が31.0%ね立憲が20.1%、それから維新が13.3%、公明が11.1%低いわけですよ。ね ところがやっぱり自民党がやっぱり強いところはですね、あの中国地方とか北陸新越はいこれはねあの得票率40%と言ってるわけでそうですね。そこらはやっぱりあのだいぶ違いますからね。そうすると、ね、だって復活で当選する人の数も、ね、あの増えてくると、ね、いうことですから、やっぱり今回の選挙全国一律で見るんではなくて、ね、その地域地域でやや違っていると、ね、特に大都会 はやっぱりそれなりの,あの自民党がですね今後よく注意しないといろんな問題あるし、はいうん、特に大阪中心の関西っていうのはですねもう完全に維新があの強いと、はい、まあいうことだと思うだから、うん、あそこで立憲の有名なね辻元さんまで落ちちゃったでしょ はい、起きるわけですよね先ほどもおっしゃってましたけど、うん、来年の7月に予定されている参院選に向けてですね、はい、まあどういったこの政治的展開になるんでしょうか今回の場合はですね世論調査なんかこう見ててもですねやっぱり自民党があのだいぶ負けるだろうと、まあ、うまくいってもですね単独過半数を取れればいいなという感じでいたのがですねあのそれが結果的には、うん。 結構言っったわわけけでですすどししかしそのの状況ってのはね変わらないと思うんですよだからその状況をやっぱりその自民党は真摯に考えてやっぱり今の世論動向を真摯に受け止めてそれでやっぱり幹事長とかですねあるいは党の体制をきちんとしてですねやっぱりやっていかないと国会運営なんかでもあるいはあの岸田さんが新しい資本主義と言うんだからその中身は一体何なんだと。 そそしてそれはこここういうういいとととでということでですね国民になるほどと思えるようなことをですねやっぱり提示していかないと <laughs> それからやっぱりあの投票日の時に新聞広告で自民党は経済を成長させ皆さんの所得を上げるとまあ、ようなことを出してましたし、はい、それから国民民主党は給料が上がる国へと、まあ、いう同じようなことを言ってるわけですね。ねそれは基本本的にはですね日本があの <laughs> まあ、あの貧しくなったと、ね、1>, 1人当たりの所得もですね、うん、あの韓国よりも少なくなっていたと、はい、そういう状況をどう打開していくんだというところはまあ一緒なんですが、ね、じゃあその中身をどうするんだと、ね、具体的にどうしていくかいそれをですねあの今度の参議院選挙で問われると、うん、まあいうことだと思うんですね。なるほどはい、はい まあ今後の岸田政権の課題ということはずばりそういうことだということ、ね、そうですねだからその今まであの例えば一生懸命あの話を聞くとか、はい、あるいは今度はあの新しい資本主義の検討会を立ち上げるとかまあ言ってますけど、はい、実はこれその前にやっておかなきゃいけないですね。うん、例えば中曽根さんなんななかはやっぱりり総理ににる前に地方をずっと暗議をしたり、うんね あるいはいろんなものを考えて「保守主義の論理」という本をこうきちっと出されてその後あの自民党総裁になられましたからねだからそういう意味で言うとやや準備不足があるのかなという感じしますからそれを早く急ピッチで急いでやってそしてやっぱり参議院選挙にはまあこれだとそして実績もそれなりにえコロナ後の あの経済対策もですねそれなりのことをあのやってですね成果を上げないとでこれからの参議院選挙というのはですね厳しいと思いますよね。というのはあの今度はですねやっぱり維新もありますけども東京を中心にした都民ファーストの動きだとか新しい埼玉の,あの前の上田知事の動きだとかいろんな問題がこうあのそういう新しい政党の動きなんかも出てきますから。 それはだから今回のようにですね結果的にこううまくいきましたけどもなかなかそうはいかないし、うん、特に今回の場合はですねもう激戦区っていうのはですね異常に多くて、はいはい、最後の最後までですね,ね<ー>もうどっっちに転ぶかかからなかったですね、はいはい、たまたま運よくその転び方が自民党の方に有利に転びましたけども、ね、ちょっと間違うとそれは全部、うん、今度野党のとこに行くわけですから。うん そういういところに今自民党はあるんだと、うん、今日本の政治はあるんだということをやっぱり謙虚に考えて、うん、あの傲慢にならないと、はい、いうことだと思うんですね。そ、はい、そしてそうしててういいかないとよくあの、ね、秋になるとあの稲があの実りますけど、はい、稲穂がこう実ると、はい、やっぱりこう静かにられるというかね、はい、そういう気持ちでいかないと、はい、こうそっくり返ったり。はい 俺はとかなんとかって言わないで、やっぱりそういう姿勢を、謙虚な姿勢を持っていくことが、ですねあの自民党がこれから国民の皆さんに信頼される道だと思いますから。数 たけれどもしっかり買って株との王を締めようで謙虚に受け止めて進化は来年の参院選に問われるということですからそういう意味じゃ本気できちんとやっていかなきゃいけないしこれから岸田政権の岸田内閣の本当の進化が問われるということだと思いますね。かりりままししたた今日はどううもあがとござい